それでは、トップバッターということで、岩渕祐樹が発表させていただきます。マセマティカで機械学習をしてみたというテーマで、社会人支部の岩渕が発表させていただきます。まあ、まず自己紹介ですけれども、まあ、岩渕祐樹、ブッチと呼ばれております。まあブッチです。はい。2012年に、博士号を取得して、それから、面白法人科学という会社でウェブエンジニアをさせていただいています。大学時代の専攻は、まあ、一応、まあ、理算数学というか、まあ、数を表す方法だったり、まあ、音楽の音色に関するメディア情報処理だったりを研究しておりました。まあ一応まあその数学が好きで、特にフラクタルが好きで、まあ、ちょっと統計とかが苦手なんで、結構人工知能とか機械学習的なところに苦手意識があったんですけど、やっぱり人工知能に興味があったんで、まあ、全のアーキテクチャで結構、まあ、いろいろ活動させていただくようになりました。で、まあ、マセマティカが好きということで、まあ、今回のテーマも、マセマティカなんですけど、でなんか去年も年末にマセマティカアドベントカレンダーというカレンダーブログリレーを作って、それでまあ一応一通り回ったっていうことでいろいろ貢献させていただいております。でまあまあ、マセマティカとはということで、この中でマセマティカご存知の方はどれぐらいいらっしゃいますか？あ、なんか知ってはいる方がかなり多いですね。でまあ、ざっくり説明いたしますと、まあ、数式処理システムでございまして、まあ理論研究者の人は、まあ、紙でずっとやってるんでしょうけど、まあ、そのシミュレーションするような数学系の研究者の人はもうプロが、ガンガン使っていて、あとその教育にも注力しているので、結構その小、まあ、中高生の学習ツールとしても、まあ、かなり優れているものでして、ただ、一般的にな、その趣味とかで使う分にはちょっと、かなり高価なので、まあ、ちょっと手は出しづらいんですが、まあ、ラズベリーパイって、ちっちゃい、Linux が載ったボードとかだと、まあ、それ自体5000円ぐらいで買え、5000円弱とかで買えて、まあ、それで、それには無料で入っているので、まあ、それを使えばかなりお手軽には使うことができます。で、まあ、何ができるかっていうと、まあ、データ解析をかなりグラフィカルに、することができると。まあ、プロットとかを変数変えながらやったりとか、3D のグラフを、まあ、ぐりぐり回したりとかはもちろんできて、あとその様々なフォーマットでなんか画像とか音声とか、あとまあ、その CSV みたいなデータを、まあ、やり取りするのもかなり、達したような対応をしております。で、まあ、ウェブとの連携だとか、デバイス連携で、まあ、ラズベリーパイとかも連携できますし、なんか、ゲームパッドとかそういうのにもちゃんと対応しているような、かなり幅広いサポートをしております。で、まあ、機械学習でできることといいますと、まあ、関数として実装されているのは主に2つありまして、クラシファイっていう関数と、プレディクトという関数2つありますね。で、クラシファイは、まあ、その、まあ、用意したデータをもとに分類器を作る関数で、プレディクトっていうのは、まあ、分類するんじゃなくて具体値を推測するものです。で、まあ、今回、クラシファイ、プレディクトの方は触れないんですが、まあ、ここでどういうふうなものなのかっていうのを説明すると、まあ、こうやって、まあ、画像ダイレクトでこうか、バーってやって、画像を、に対して、その、まあ、四角形、三角形、楕円とか、それのなんか対応する面積が、対応していて、それを、プレディクトっていう関数に入れると、こういう関数ですねっていう、こういう分類ですねっていうふうに、計算してくれて、で、まあ、P っていうので、代入したので、P っていうのに、その、それぞれ、新しい画像を入れると、まあ、その、対応する、これだったら20ぐらいかなとか、真ん中だったら、なのでいくつとかいうふうに、面積を推測するっていうことが、できます。で、まあ、今回は、作ってみたということで、まあ、試しに機械学習ということで、まあ、PC に、最初から入っているフォント文字を、まあ、学習させて、
その新しいなんか未知のフォントが出てきたときに、まあ、どれに分類されるのかを認識するっていうプログラムを書きました。で、まあ、クラシファイの、挙動っていうのがどうなってるのかなっていうふうに言っています。で、まあ、一応動機としては、まあ、まあ、フォントが好きっていうのもありますが、まあ、その教師愛データを簡単に、まあ、準備できるなと思って、これを選びました。で、まあ、処理の、流れとしましては、ちょっと、まあ、5段階ぐらいつけましたが、まあ、ASCII の文字一覧を、まあ、取得して、一方で、フォントを、まあ、一覧を、取ってきて、まあ、それで、その ASCII 文字でレンダリングさせて、配列に入れて、まあ、学習、そして、内蔵でないフォントをレンダリングしたものを、表を、認識率の表を出すという流れになります。で、まず、ASCII 文字一覧取得は、まあ、この範囲で、キャラクターコードから、文字を出してくれっていうと、もう、一覧が出てきますと。で、これを使いますと。で、次はフォント一覧取得なんですけど、まあ、これ Mac ですけど、Mac の中のフォント、使えるフォントを取得する方法が、うまい方法見つからなかったんで、まあ、ウェブ上にある、その、標準、プリインストールのフォント一覧っていうのがあったんで、それをまあ、普通のサイ、JSON とかじゃなくて、普通にサイトに、ペタって書いてあるやつを、まあ、スクレーピングして、なんかまあこういう、XML もなんか XML エレメントとか、XML オブジェクトとかそういう感じの、独自の形式になっているので、まあそれをパターン認識で、抽出して、フォントの部分だけ取り出すと。で、まあ、XML のパターン待ちと正規表現を組み合わせて、まあ、最終的にまあ506フォントが出ていて、実際、ただ有効な、フォントは、この10分の1ぐらいだったので、ちょっとここら辺の処理は、まあ、無駄が多いんですけれども、まあ、一応これ、なんとか、これで絞り出すことができました。で、レンダリングなんですけど、レンダリングするときは、まあ、ラスタライズっていう関数を使えば、まあ、テキストからも、まあ、内部的に、レンダリングして返してくれるようなことになりますので、まあ、フォントファミリー指定して、まあ、まあ、こう、まあ、50いくつですかね。で、まあ、ちょっとこういう、でかいの、なんか、外れ値とかっぽいのもありますけど、まあ、それで、データが、取得できていますと。で、まあ、それで、それをもとに連想配列作って、もう本当に、分類器を作るだけ、プロセスでもこの1、リコグナイズを入れて、クラシファイアソックって、もう入れるだけでも、これだけでも学習済みます。これ自体、まあ、まあ、2分ぐらい、認識、分類器作るのに時間はかかるんですが、まあ、この、ようにしてできて、まあ、一応、オプションでメソッドは自動的に選ばれるんですが、まあ、明示的に指定することもできて、一応、ロジスティック回避とか、マルコフ仮定とか、まあ、ニアリストネイバー、ニューラルネットワークとか、まあ、サポートベクターマシンとかを、選ぶことができます。で、まあ、それで、実際認識してみるんですけど、まあまあ、リコグナイズっていうのはさっきそのクラシファイを、かませたやつですね。で、それで、まあ、ゲットグラフィックっていうのは、まあ、文字とフォントを入れたらそれに対する画像を出してくれっていうやつを自分で作った関数です。で、文字とフォント名を入れたら、それを認識してくれってちゃんと、B が返ってくるという感じですね。で、まあ、まあ、未知のフォントに適用してみるんですが、まあ、これ、まあ、スノードリームというフォントで、まあ、僕が高校時代に好きだった、もうサイトは閉鎖されているグレイグラフィックスさんっていう、まあ、好きなフォントなんですけど、まあ、
分類器に入れるときにトッププロバリティーズっていうオプションをつければ、まあ、順位付けして、いくつかトップ上位のやつだけ取ってくれるんですけど、まあ、W とかやっぱり V とか W より V に、認識されていたりとか B も、まあ、V に似てるねって言われたりとかして、ちょっと認識率はあまり良くなかったりはするんですけど、まあ、A とかは、まあ、ちゃんと認識できてそうな感じで、まあ、I という感じになってます。で、まあ、また別なフォントで、まあ、これはロボットっていうフォントでやったんですけど、まあ、デフォルトで、さっきのクラシファイだけやると、ニアレストネイバーズで、で、クラシファイファンクションが作られるんですけど、まあ、それだとちょっと、この認識は、で、A が A と認識された、B が B と認識されたっていうのが、この対角線上にあって、まあ、だから、ちょうど、R とかそこら辺はちょっと白くなってるんで認識率がかなり格段に減ってるのでちょっと、まあ、5人がかなり多かって変な、なんか、G と、H か G かそら辺がまた全然別な文字に対応したりとかするのでちょっと認識は少ないんですが、まあ、他の、メソッドをいろいろ試してみましてで、まあ、ニューラルネットワークを選んだときが一番、まあ、認識率的には良かったですね。まあ、で、まあ、ただ、まあ、僕も統計とか、まあ、そのニューラルネットワークそういうのは詳しくないんで、まあ、中でどういうことが起こって、こういう結果になったのかは、ちょっと、まあ、ちょっと詳しくないって感じなんですけど、まあ、こういうふうに思ってます。で、まあ、なんか手書き文字。フォントでどうなのかみたいな、なんか音量フォントっていう、なんかおどろどろしいフォントとか入れてみたら、まあ、まあまあ、半分ぐらいの文字はちゃんと認識できそうですけど、まあ、結構歯抜けが多いっていう感じでしたね。で、一旦まとめなんですけど、まあ、マセマティカで、機械学習ができますと。で、統計とかの知識がなくても、まあ、もう分類器つくのは関数一発です。で分類方法も自動で選ばれますし、でまあ自分で、メソッドをオプションで指定しても、いけますということです。で、まあ、とりあえずやってみたっていうことはこういうことで、で追加情報で、まあ、その他できる、まあ、可能性についていろいろ説明、この後、説明しようと思いますけれども、まず素朴な疑問、素朴な疑問というか、その一番気になるのはでディープラーニングできるのかっていうことだと思うんですけど、僕もディープラーニングまだ勉強し始めたばっかりであれなんですけど、まあ、そんな便利な可能性はないんですね。まあ、とはいえ、まあ、で一応なんかウルフラムシャッチ自体なんかその機械学習できますよとか言ってますけど、まあ、ディープラーニングをしてはあんましてなくて、まあ、でも、関数はまあ、それにバック後ろ盾できる関数はいろいろあるので、まあ、頑張って実装してみるかなっていうふうに思ってますけど、まあ、そういう現状ではあります。で、まあ、いろいろ使えそうな関数としては、まあ、例えば統計系のやつだと、なんか、find distribution で、なんか、データの、データが大量にあって、それを、まあ、一応分布ですねとか、なんか、ガウス分布ですねみたいなのを変え、求めてくれたりとか、find formula でその点与えたら、まあ、フィッティングしてくれたりとか、いう感じがありますし、で、まあ、ビッグデータ周りのところで、なんかソーシャルメディアデータってやれば、まあ、その、Facebook とか Twitter とかの、まあ、ソーシャルグラフとか、グラフのプロットも、まあ、普通のグラフも、離散グラフも、プロット能力が優れているので、まあ、そういうふうになることもできますし、で、ビッグデータもできる。で、コンピュータービジョンなんかにしても、まあ、イメージコンポリ、コレスポリングポイントとかだと、まあ、そのパターンをなんかマッチして、なんか、こういう画像の、まあ、座標がこことここ合ってますね、みたいなのを求めたりとか、まあ、エッジを抽出したりとかできます。
で、他に、もう、組み込みで、まあ、分類的なものを既にあって、もう、テキストリコグナイズで、OCR っぽいこともできますし、文字認識して、で、イメージアイデンティファイってやると、まあ、これ、画像そのままペコって貼って、これはどういうものっつったら、犬ですね、っつって、どういう、犬の種類はっつったら、ビーグルですね、みたいな、返してくれたりとか、まあ、ファインドフェイシーズで、まあ、顔の位置とかも含めて、返してくれるような関数は揃っています。で、あと、その、マサマティカの機能ではないんですけど、まあ、イメージアイデンティフィケーションプロジェクトっていうのもやってて、で、これでは、まあ、なんか、これではですね、まあ、まあ、画像、Google 画像検索みたいに、ここにがドラッグアンドドロップで、やって認識できて、例えばなんかこう、花の画像だったら、なんか花の名前とか出てきたりとか、まあ、人の顔を入れたら、まあ、これ人ですね、つって、じゃあなんか有名、この人有名な人だったりするんですか、つったら、アラン・チューリングですね、みたいな。で、アラン・チューリングこんな人ですよ、みたいな、が出てくるというのが、まあ、プロジェクトとしてはあります。で、あと、便利なのは、まあ、その、ウルフラム言語だけで全部完結させようと思うと、それが大変なんで、それを、なんか API 化するっていうのもできて、API ファンクションっていうやつで API 作って、それをクラウドデプロイっていうコマンドを一発叩くだけで、もう、その自動的に、ウルフラムクラウド .com すら、オブジェクトすら、なんちゃらなんちゃらっていう URL で公開す、あの、すぐ、ウェブ上にプログラムを公開されるんで、もうそれに、なんか JSON とか、まあ、サーバーサイドとかでアクセスすれば、もう、そのまま、その、なんかアプリケーション的なものを動かして、そのデータだけ、後で、見せる処理をするみたいなこともできて、さらに、最近、クリエイトデータビームとかいうのも、データドロップっていうのが、提供されるようになったので、まあ、データベース的なところも、カバーされてきています。で、まあ、ウルフラムアルファも、まあ、マサマティカではないんですが、まあ、かなり、まあ、こっちの方が、名前としては知ってる人多いかもしれないですけど、まあ、まあ、Google よりも強いんじゃないかみたいなやつで、で、例えば、まあ、ここで、例えば、じゃあ、パンのポピュレーション2015とか入れると、2015年のなんか、まあ、今までの人口の推移とか、なんか、人口ピラミッド出してくれたりとか、なんか、まあ、じゃあ、まあ、東京だと何人で、横浜だと何人で、大阪だと何人で、みたいな、まあ、そのかなり余計な情報まで出してくれるので、かなりもう、その知識データベースとしてかなりもうすごいことになってるっていう感じですね。で、まあ、まあ、そうですね。って感じです。で、まあ、まとめとしましては、まあ、マセマティカで機械学習はすごい簡単にできますと。ただ、ディープラーニングをやろうとすると、ちょっといろいろ頑張って、実装しなければいけなさそうな気がしております。で、まあ、ウルフラムアルファだったり、イメージアイデンティフィケーションプログラムだったりのように、まあ、知識データベースとしての、土壌は十分に揃っているので、まあ、マスマティカを使って研究してみてくださいということで、はい、以上で発表を終わらせていただきます。時間が今ああ、あんまり時間がないです。もし1件ぐらい質問があれば、高さんとりあえず、まあ、はい、準備をしてもらいたい。はい。ちなみに、行列計算のスピードとかは、他の言語と比べるとどうなの？そうですね、スピードは速いと思いますね。メモリはかなり食うんですけど、スピードはかなり速いとは思います。早いな。